私はやっと日本の実態を知りました。日本を旅行中のイギリス人は、10年間の自分の考えが間違っていたことを知って、ショックを受けました。そして、すぐに荷物をまとめて、彼がいた韓国に戻ることになりました。彼に何が起こったのでしょうか。一緒にご覧ください。こんにちは。私はイギリス人27歳の男性ブロディと申します。私は今、韓国生活10年目を迎えています。10年とは本当に長いですね。私もいつの間にか、こんなに時間が経ったことを忘れていたような気がします。そして今、その10年の時間を整理してみると、改めて本当に長い時間であったことを実感しました。私は韓国での生活を片付けて、これから韓国と近い日本に行こうと思っています。10年も韓国にいたらイギリスに戻った方がいいのではと言われますが、実は私は1日でも早く日本に行きたいと思っています。私は15歳の時に初めて韓国に来ました。イギリスで初めて韓国に触れたのは、父が韓国に出張に行った時に、最近の子供たちに人気があるらしいから買ってきたと買ってきてくれた、韓国の KPOP の CD でした。最初は東洋人の歌と見た目がとても不思議でしたが、私はすぐにその歌に夢中になりました。それから私の学校でも何人かの子供たちがKPOP が好きだということを知りました。私はもっと積極的にハマるようになり、それからは韓国の様々な文化に興味を持ち始めました。そして父の次の韓国出張に私も一緒に行くことができました。その時が15歳の時でした。幼い頃にいつも憧れていた韓国に初めて来た私は、とても不思議で、夢を叶えたような気がして、父の出張期間が数日短すぎると思うほどでした。好きな芸能人の写真やキャラクターグッズをたくさん買って帰ってきたので、イギリスに帰ってからさらに夢中になりました。それで私は必ずまた韓国に行きたいと思うようになりました。父は私に韓国で勉強するのもいいと言ってくれ。韓国に行きたいなら、韓国の学校の寮を調べて勉強して、本格的に準備をしてみたらどうかと言ってくれました。私はただ旅行だけを考えていたのですが、韓国で生活するチャンスがあると思うと、とてもワクワクして嬉しかったです。それから、韓国の学校に通おうと、一生懸命勉強しました。韓国語も勉強し、学校の成績を上げるために、勉学に励みました。そして、私は結局、2年後の17歳に、韓国の高校に進学することができました。当時は、本当に夢のようでした。初めて韓国にある学校に行った時、友達も不思議でした。みんな黒い髪に、黒い瞳をしている姿が、不思議に思えたからです。私が、韓国の KPOP が好きだという話は、学校で噂になり、韓国の友達は、そんな私をとても不思議がりました。実際、学校でも私ほど KPOP のことをよく知っている人はいませんでした。そのため、友達は、休み時間ごとに私を訪ねてきて質問したり、不思議そうに見ている子もいました。最初の数年間は、あっという間に時間が過ぎました。そうして、徐々に韓国に適応し、私もだんだん年齢を重ねるにつれ、自然と KPOP への関心が薄れ、就職と将来についての心配ばかりするようになりました。そうしているうちに、他の韓国人学生と同じような生活をして慣れ始めました。たまにイギリスに行って、家族に会ったり、友達に会ったりするとき、私が韓国人のように変わったことを大きく実感することができました。イギリスの友達は私に、表情が無表情で何か起こっているように見えると言われました。私は何も考えていなかったのですが、どうやら韓国人に似てきたような気がして、笑えてきました。実際、私が初めて、韓国の空港に到着した時、そのようなことを感じたのです。韓国のドラマや映画を見た時は、韓国人は、とても優しい人たちだと思っていました。しかし、実際に会った韓国人は、ほとんど私をじろじろ見ながらも挨拶をしなかったり、私をバカにしているような感じで、みんな冷たかったのです。しかし、イギリスの友達が私を見てそう言うので、私もいつの間にか韓国人になったんだなと思わざるを得ませんでした。そして、私の家族が私に、私が周りの目を意識しすぎて、見栄を張っているというのです。
その話に大きな衝撃を受けました。そのような姿は私が韓国人の中で一番嫌いな姿だったからです。周りの目を気にして誰よりも自分をよく見せようとするのです。だから韓国人は自分の身分に合わないものを購入したり借金をしたりするのです。そのような姿は本当に似たくありませんが、私がそんな風に見えると思うとちょっと嫌になりました。それでもたまにイギリスで幸せな時間を過ごし、韓国に戻るとまた韓国人になったかのように日常生活に戻るのです。私は研究員として働いているのでずっと学校で勉強を続けています。だから学生のように休暇があり、その時はのんびりとイギリスに行くことができました。実は今回の休暇は今までやっていたプロジェクトが終わっていなかったので、いつもの休暇のように長い時間を休むことができませんでした。やっとプロジェクトを終わったと思ったら、休暇が1週間ほどしか残っていなかったのです。私は短い時間でも気分転換のために旅行を計画したのですが、時間の関係上、中国と日本のどちらかに行くのが一番良かったのですが、なんとなくこの2つの国には拒否感がありました。この間、私が韓国人と同じように大きく変わったと言いましたが、そのせいか、周りの友達が中国と日本に対してすごく嫌悪感を持っていたので、私自身も自然と中国と日本に拒否感を持ち始めたようです。それに周りで日本について話をするとき、良い話を一つも聞いたことがなかったので、当然、日本へ旅行に行くことには抵抗感があるのは当然のことでした。もし私が韓国から来たと言ったら、日本人にバカにされ、ひどい場合は殴られるかもしれないとさえ思いました。また、現在の日本の状況がとても良くないことも知っていました。韓国の友達が、今の日本は完全に終わっているって知ってる？日本では働いても食べ物の心配をしないといけないし、みんな路上で物乞いをしているから、綺麗な格好をして、彼らの前を通るときはいつも気を引き締めて、油断しないようにしなきゃいけないんだよ。と言われたので、日本に行くのは自分でも地獄に足を踏み入れるような気がしていました。しかし、不思議と日本に行きたいと思うようになったんです。今まで日本は危険な国であり、日本人も悪い人だとばかり聞いていたので、一度も日本に行こうと思ったことはなかったんです。でも、10年も日本の近くに住んでいて、一度も経験していないのは、ちょっともったいないと思ったんです。たまたま日程もあまりなく、近場の旅行先を探していたので、思い切って決心して、日本旅行に行くことにしたのです。私は日本に行く前日まで悩みました。わざわざ日本に行って、もしかしたら怪我をしたり、危険な目に遭ったりしないか。そんな不安な気持ちで初めて日本の空港に到着することになりました。多分誰かが私を見ていたら何かあったと思ったかもしれません。表情は固まっていて、目は四方八方を見回しながらぐるぐる歩き回っていたからです。目を凝らして万が一の危険に備えるためでした。でも日本の空港では本当に私が困っている人に見えたようで、スタッフが笑顔で何か困ったことはありますか？何かお手伝いしましょうか？と声をかけてくれたんです。私の想像とはあまりにもかけ離れた優しさに驚きました。そしてそのスタッフの笑顔を見てすぐに緊張がほぐれました。そうして空港を出るとき、バッグをしっかり持って出ました。日本の空港にはホームレスが多いという話を聞いたことがあるからです。日本自体が貧しい国であるため、日本人には出かけるお金がなく、結局、日本を訪れる外国人に襲いかかることが多いそうです。私は、そんな話をたくさん聞いていたので、絶対に彼らに襲われることなく、自分のカバンを守ろうという覚悟を決めてきました。ところが、カバンを抱きしめながら、空港の外に出てみると、とても穏やかなのです。どこを見渡しても、ホームレスがいないのです。私の目に見える全ての場所がとても平和で、私は本当に驚きました。特に空港で待機しているタクシーの運転手が独特でした。空港から人が出てきているのに近づいてきて値段を交渉しているタクシーの運転手がいないのです。
値段を交渉してぼったくり料金を請求したり、嫌な話が飛び交うような光景は見当たりませんでした。タクシーの運転手たちはお客さんが来ると降りて頭を下げて親切に挨拶をし、荷物を乗せてくれました。その姿を見て私が韓国で経験したことを思い出しました。最近イギリスから帰ってきた時に韓国の空港を利用しましたが、私が観光客だと思ったタクシーの運転手が私に不器用な英語でどこへ行くのかと尋ねました。私は私が通っている学校の名前を言いました。ところが運転手が提示した料金は普段の3倍の料金でした。私が驚いている姿を見て少し値引きしてくれたのですが、それも普段の倍以上の値段でした。その時、私はまるで自分が韓国人になったような気分で、他の国の人にこんな姿を見られたくないと思っていたんです。でも、日本のタクシーの運転手は全然違うんです。私はその時から少し戸惑いました。私が今まで聞いていた日本の姿とはあまりにも違ったのです。予約した宿に行く間、私は窓の外を眺めながら、もっと大きな衝撃を受けました。正直、イギリスに比べて、韓国はとても綺麗な国です。イギリス人は、うぬぼれがひどく、他の国をバカにする傾向があります。だから私も内心そんな気持ちもありました。しかし、韓国に行ってみると、すべての施設が、イギリスより最先端で、ずっと綺麗でした。そんな姿を見て、私が韓国にもっと好きになったのもあります。特に地下鉄の場合、イギリスの地下鉄はとても汚れていて、ネズミもうろうろしていて、悪臭が漂っているところがあります。もちろん新しく作られた場合は少しはマシですが、全体的に完全に老朽化した施設と言えます。しかしイギリス人はそんなことまで地下鉄の歴史を大切にしていると自慢するんです。そんな中、韓国で地下鉄に乗ってみると綺麗で気に入りました。韓国が一番綺麗な国だと思いましたし、日本は今路上にホームレスが溢れていて、彼らが捨てたゴミも多く、人々の秩序が崩壊していると聞きましたが、タクシーで見る日本の通りはとても綺麗で、完璧に舗装された道路を見ることができました。道路の状態は韓国とは比べ物にならないほどでした。韓国の道路は曲がりくねっていて、狭くて分かりにくい道路が多いのですが、日本の道路はまるでジオラマのように完璧で綺麗でした。そして私が一番驚いたのは日本人の運転習慣でした。タクシーは急停車や急発進が全くなく、とても安定していて、他の車を無理に追い越したり停止線を越えたりもしませんでした。道路上の他の車を見てもみんな同じでした。どの車もみんな信号をしっかり守っていて、無理な車線変更をする車がないのが本当に不思議でした。韓国では乗客が席に座る前にバスの運転手が出発してしまい、事故がよく起こります。そして車同士が先に行こうとクラクションを鳴らすのでとてもうるさいです。そうすると道路の真ん中で喧嘩もよく起こるのが韓国なんです。そうでなくても韓国人は怒りっぽいですが、もし間違えて割り込んでくる車がいたら絶対に見向きもせず、悪口を言う国が韓国ですからね。だから韓国の道路は複雑で、まるで無法地帯のように乱暴な運転をする人が多いんです。そんなところに10年住んでいて、日本の道路を走りながら外を眺めていると、とても平和で不思議でした。そうして宿に着いて、荷物を片付けて、ベッドに横になりました。実際、飛行時間が長かったわけではないので、全く疲れませんでしたが、精神的に少し混乱していたので、頭の中を整理する必要がありました。今まで私は韓国で多くのことを騙されてきたことを感じ始め、その時間がもったいないと思いました。そして日本について心を開いて経験してみようと決心しました。そうして考えを整理すると、急にお腹が空いたので私はコンビニに行きました。コンビニに行く途中、もう一度路地をちゃんと見ました。昼間は大通りにはホームレスがいなかったですが、夜になるとホームレスがいるかもしれないので、もしかしたら出くわすかもしれないと思ったからです。私がホームレスを探す姿はちょっとおかしかったですが、
それでも私は確認したかったので仕方ありませんでした。そうして私はコンビニに行く間、路地を通るたびに中まで見て回りましたが、ホームレスは一人も見当たりませんでした。コンビニでは簡単にパンを一つ買って近くの公園に行きました。やはりホームレスは見当たらず、全く危険もありませんでした。イギリスに比べると韓国の治安も良いと思っていましたが、韓国に比べると日本はまるで自分の家にいるような安心感がありました。私は翌日から日本のあちこちを歩き始めました。韓国でも10年暮らしたので本当の日本の姿を見て、日本がいかに豊かな国であり、日本人の社会意識が高いかを知ることができました。そして日本を貶めるためにやっていたことが全て嘘であることも分かりました。そのまま私は韓国に戻り、学校に行き、日本への転校申請をしました。しばらくして合格通知を受け取り、1ヶ月後には韓国を離れて日本に行くことになりました。10年間の韓国生活を整理してみると、不思議なことに悔しさよりも日本で生活することへの期待とワクワク感が大きいので、1ヶ月も長く感じています。もう意地を張るのはやめませんか？今までずっと父親の意地のせいで苦しんでいた女性は、結局我慢できず爆発してしまいました。いくら言っても通じない父親が本当にもどかしかったようです。父親の言葉を無視して、娘はやりたいように行動します。その姿に父親は固い顔をして話を始めます。その話を聞いた娘はその場で涙を流してしまいます。どんなお便りなのか一緒に見てみましょう。こんにちは。私はアメリカ出身の27歳のオリビアと申します。私が生まれたところはとても小さな村です。実は私が生まれた時は村の人たちが皆認めるほどかなり小さな村でしたが、今は近くの山にトレッキングに来る観光客が多くなり、以前よりはちょっと賑やかな街になってはいました。私は中学校に入学して市内にあるおばさんの家で住み始めました。おばには私より2歳上の息子がいました。そのお兄さんも私とよく遊んでくれました。そしておじもやはり息子を育てていて、私を育ててみたら娘がもっと可愛いと言って、本当に娘のようによく面倒を見てくれました。それで私はおばさんの家族が私の本当の家族のように感じました。私の父は不愛想だったので、家にいても話すこともあまりなく、父との会話もあまり通じませんでした。私が幼い頃から、父は私にいつも命令口調で話をし、また本当に意地っ張りで、父が何かをすると決めたら、母と私は従わなければならなかったんです。それでも幸いなことは、父の退勤が遅いということでした。父が退勤して帰ってくる前に寝たら会うことがなかったので、寝ていなかったとしても、寝たふりをしていました。父は町で小さな居酒屋を経営しています。それで12時頃にならないと、家に帰ってこないんです。母はいつも従業員を雇って、少し早く帰ってきて、家族で一緒に夕食を食べようと言っていましたが、父は数十年間、母の言葉を無視し、そのように私の家族は他の家族のように一緒にご飯を食べたり、楽しい時間を過ごすことがありませんでした。ある日、私は学校で話をしているうちに、私だけ旅行に一度も行ったことがないことを知りました。その日、家に帰って母にその話をし、父にも話しながら悲しく泣いた記憶があります。すると父は店は閉められないので母と二人で行くように言いました。私は家族で旅行に行くことが羨ましくて行ったのですが、父には通じませんでした。その話をすると周りの人はお金を稼がなければならないお父さんの立場もあると言いますが、正直私たちが貧乏だったら大人になってからでも十分に理解できるでしょう。しかし私の祖父はもともと町で大きな農業を経営していて収入も良く、そのお金は一人息子の父がすべて譲り受けました。それで私が学校で必要なものがあったり、お金を使わなければならないことがあった時は一度もお金の心配をしたことはありませんでした。父がケチのようにお金を使わせなかったわけではないんです。
ただ、父が何かをしなければならないと、他人が説得しても、絶対に流されない頑固な人だったんです。それで、私は中学生になって、おばさんの家に行くのが、まるで脱出に成功したような気分でした。小さな学校でしたが、それでも町の小学校で勉強ができた私は、中学校はもっと大きなところに行きたいと言い、父はその意見には反対しませんでした。先生も何度も大きなところに行けばいいとアドバイスしてくれ、ちょうどおばさんも私の面倒を見てくれると言ったので、自然と大きな学校に進学できたのです。そのように家から出たので、おばさんの家の方がもっと良かったし、私の家に帰りたくなかったです。それでも頻繁に帰れないので、父に会っても以前のように腹が立ったり、寂しいという感情はありませんでした。私は、おばの家から大学まで卒業して、就職までしました。そして、就職後は一人暮らしを始めました。私は誰に会っても、あなたは何でも賢くうまく解決して、何でもやり遂げると褒められました。私がこの話をなぜするかというと、我が家は無条件にドイツ製の家電製品を使わなければならないという法律のようなものが存在します。おそらく理由は、幼い頃からドイツ製の家電製品を使ってきた父は、それが一番良いと思っていたので、新しいものは全く見向きもしないからです。聞いたり問い詰めたりせずに、新しく買うものも無条件にドイツ製を買うべきだという考えを持っています。でも、私が一人暮らしをするために家電製品を選んでみると、父は数十年前の世界に閉じ込められて暮らしている人のようでした。すでに世界には立派な家電製品があり、高機能の製品が増えていました。私はその時、日本製の家電製品を買ったんですが、日本製は丈夫で、性能が本当に良かったです。しかも形もとても綺麗でした。本当に完璧で、人が気に入るように作られていたので、それらを使いながら、毎日気分が良かったし、その製品を選んだ自分で褒めてあげたいくらいです。そのうち、休暇期間になり、家に帰りました。おばも久しぶりに母に会いたいと言い、一緒に夜に父の居酒屋に行きました。何十年も父は、居酒屋を経営していましたが、私がそこに行ったことは、あまりありません。幼い頃は、父が来られないようにし、その後は、おばの家に住んでいたからです。久しぶりに行ってみると、気分転換になり、昔の姿のままの店構えも不思議でした。私ももう大人になったせいか、母とおばさんと一緒にビールを飲みながらおしゃべりをして、本当に楽しかったです。ところがその時、おばは周りを見回してどうしてこんなにお客さんがいないの？以前のようにお客さんがあまり来ないのかな？とお話をされているのです。すると母はあの下の町に新しくできた飲み屋があるんだけど、最近はそこが人気みたい。うちの町にも観光客が多くなってから若い人が多くなったんですけど、ここはちょっと古い居酒屋じゃないですかと話しているんです。今では町の年配の人たちだけが夕方にちょっと立ち寄る飲み屋に変わっていました。母の話が終わり、立ち上がって厨房に行く父を見ると、ちょっと気分が良くなさそうだったんです。その瞬間、父もかなり年を取ったということを感じ、家族に嫌味を言われながらも守ってきた店なのに、だんだん人々に忘れられていると思うと、胸が痛みました。そして、そのことは、学校に戻ってからも、ずっと頭の中から離れないんです。私はどうにかならないかなという気持ちで、下町にできたという飲み屋に行ってみました。スパイのようにです。そこは、以前の父の飲み屋のように、大勢のお客さんがいました。そして、何よりも壁には映像が流れていて、おしゃれで活気がある酒場のように見えました。私は何日か悩み、良い考えが浮かびました。父の飲み屋でも映像を流すことにしたんです。私は父にすぐに電話して、その話をして、うちの居酒屋にも大きなテレビを設置して映像を流そうと言いました。父はそういうのは気が散るから嫌だと言うんです。私は母に電話して詳細について話しました。そして休日に尋ねて具体的に説明をすると言いました。ところが父から電話がありました。
お店にもともとあるテレビがあるから言われた通り映像を流してみたが、それを流してもお客さんは変わらないから来る必要はないということです。私は父のところに行き、私が選んだテレビを見せました。父はそれを見るや否や嫌だと言うんです。私はその理由を知っていました。私が見せた製品は日本のテレビでした。父はその時から私の話は聞こうともせず、映像を流すなら店にあるもので流せと言うのです。私は父と話せば話すほどイライラしました。私が他の居酒屋で見たのはプロジェクターだったんです。どうやらプロジェクターの映像は鮮明ではなかったので、歌の映像や美しい背景には関係なかったのですが、父の酒場ではそのような映像を見せようとしたわけではありませんでした。私が父の居酒屋でやりたいことは、単純に映像を流すのではなく、アメリカンフットボールの映像を流すことでした。正直に言って、アメリカ人はアメリカンフットボールが大好きです。周りの人の中で、二人に一人はアメリカンフットボールが好きというくらいです。特に、私の街のように、大人が多い街では、その人気がさらに高いです。しかし、私の街は、市内まで距離が遠いので、競技場まで行くことができません。それで毎回テレビで中継を見るんですが、その試合を見せてくれる居酒屋にしたかったんです。そしてそのような試合を見るのは、ぼやけたプロジェクター画面よりは鮮明で躍動感のある大きなテレビ画面の方が良いと思いました。それでその計画にぴったりのテレビを選んで父に説明をしたのですが、父は日本製品だという理由だけで最初から考えることもなく嫌だと言ったのです。初めて私がイライラしてもどかしいと大声を出したら、結局は似たような仕様でドイツ製品を買うとまで言い出しました。私は絶対に意見を曲げませんでした。ドイツは技術力があるので良い製品を作る国ではあります。しかし、電化製品では、日本製品に勝つことはできません。それに、値段など、いろんな側面を考えた時も、日本製品ほどのものがないんです。ドイツ製のテレビは、価格が安いわけでもないから、買って後悔して、また買い直すことはできないので、私は最後まで言い張りました。そして、父に正直に話しました。お父さん、今、うちの街を訪れる人たちも、世代が変わったじゃん。居酒屋も変わったし、正直、以前来たお客さんたちも、みんな違う居酒屋に行った状況で、お父さんだけ、30年前のように暮らしているんだよ。今、お父さんのように、最後までこだわる人はいない。新しくて多様なものがたくさん作られているのを知ってる？だからお願いだから、今回だけ私の言う通りにして、もしこうしても変化がなければ、私がそのテレビを中古で売るとかして、責任を負うからと言いました。以前だったら、一言も言わせなかったり、私に大声を出したりして、私を怖がらせたはずなのに、なぜか黙って聞いてばかりいました。そして、私がする通りにする余裕ことです。父も今の状況が深刻だと思っていたようです。そして、母の話を聞いてみると、一方では私が日本製品を設置したことで、きっと後悔するだろうというふうにも思っているそうです。私は、その言葉は気にしませんでした。日本製品は、簡単に故障したり、中途半端に作られたりしたものではないと信じていたからです。私は、日本製の大きなテレビを注文し、配送される日に合わせて、3日間の休暇を取りました。そして、父の居酒屋に行き、設置を終えて、座席も映像をよく見られる構造に変えました。全体的にリフォームしたように、雰囲気が一変しました。そして、テレビをつけました。その瞬間、私は父の表情を見ましたが、父は本当に驚いていたようでした。こんなに鮮明なテレビを初めて見たのは明らかでした。私は録画されているアメリカンフットボールの映像を流しました。父はさらに驚きながら、なんと明るい笑顔を浮かべていました。最後に、店の前にスポーツパブという垂れ幕をかけました。そして、アメリカンフットボールが始まった最初の週末になりました。これまで店のことが気になっていた街の方々が来店されました。そして、入ってすぐに片方の壁の大きな画面を見て、皆さんとても驚いていました。効果は非常に早く現れました。ちょうど2週間後の試合がある週末には、試合開始の2時間前から席がいっぱいで空席がなかったんです。お客さんは皆、このように鮮明に試合を見ることができることに不思議に思い、
とても楽しんでいました。うちの店は観光客たちにも有名な飲み屋になりました。都会ではもっと大きくて鮮明な映画館のような映像を流してくれるところもあるんですが、うちの父の居酒屋はそういうところとは違う魅力があるところだそうです。大きな画面で見ることができますが、お店のインテリアには手をつけていないので、最初にオープンした40年前と同じだったんです。人々は昔の面影を残す田舎の居酒屋で、アメリカンフットボールの試合まで見られることに感動し、そんなことが有名になったのです。そして父一人では手に負えないほどお客さんが多くなりました。以前のようだったら最後まで一人ですると言っていたでしょうが、もう父も若くないことを自覚しているのか、アルバイトまで募集しました。だから当然時間にも余裕ができて、その時間に母と一緒に市内に出て昼食を食べてきたと、母が私に感謝の電話をしてきました。私は週末に家に帰って父の飲み屋に行きました。とても忙しくて大変そうですが、表情だけはとても幸せそうに見えるんです。私は父にエプロンをもらい、一緒に商売を手伝いました。初めて父の店で仕事をしてみました。そして父とまるで同じチームになったかのように、注文を受けて料理を出しながら、なぜかの感極まってしまいました。その日、遅い時間に店を閉めて、父と一緒に家に帰る車で、父は初めて私に大変だったでしょ?と優しい言葉をかけてくれました。とても驚いて何の返事もできない私に、父は続けて、今まであまりにも私の意地っ張りのせいで大変だっただろうに、ちゃんと育ってくれて本当にありがたい、あなたがお願いだから意地を張らないで私を信じてと言った時、正直とても驚いたが、一方ではあなたが本当に大きくなったという気がして、これまで私のせいで大変だったのだろうという気もした。そしてあなたがこんなに強く言うなら信じてもいいと思った。今からでも私を変わらせてくれてありがとうと必ず伝えたかったと話していました。私はそれを聞いて何も言えずに泣いてばかりいました。たったテレビ一台がずっと大変だった私たちの親子の仲を変えさせてくれて驚くばかりでした。とても幸せな私の話はここまでです。今すぐドアを開けろ。日本に逃げてきたイギリス人女性はドアの外に立っている父を見て怯えています。路上でホームレスに会って恋に落ちた女性は、結局そのホームレスについてきて日本まで来ることになったのです。全く理解できないという彼女の父は、無理にでも彼女を引っ張って帰国させるために玄関の前で大声を出しています。どんなお便りなのか一緒に見てみましょう。こんにちは。私はイギリス出身のリリーと申します。今は日本人の夫タクミに出会い、日本に住んでいます。私とタクミの出会いは他の恋人たちの出会いのように、美しくも映画のようでもありませんでした。もちろん私にはそれさえも不思議な思い出ではあります。私は幼い時から両親と一緒にいろんなボランティアをしていました。私が一番好きだったボランティアは捨て犬保護所でした。大人たちが子犬をお風呂に入れて、私は子犬と遊ぶ仕事でした。そのように始まった私のボランティア活動はだんだんと習慣のようになってしまい、会社勤めをしながらもボランティア活動に参加していました。そんなある日、両親が週末にホームレスに食事を配るボランティアに行くので、一緒に行こうと誘われました。ちょうど何の用事もなかった私は、心よく両親と一緒にボランティア活動に出かけました。ボランティア施設が設置されると、いつの間にか長い列が作られ、時間になると食事の配膳が始まりました。ところがその中に、とても若く綺麗に見える東洋人の男性がいるんです。たまにボランティアをするところなので、みな面識がありますが、その人は初めて見る人でした。そして、私が思う東洋人とは違って、体格も良く、白い肌で、かなりのハンサムでした。みんなお弁当をもらったら、そのままさっと通り過ぎるのに、その人は、ペコリと挨拶をしていったので、さらに記憶に残りました。突然現れた東洋人男性は、私の両親の目にも、不思議に見えたようです。かなり関心を持って見ていましたから。そしてその翌週、私はまたボランティアに出かけました。正直先週見たその東洋人が気になっていたんです。
若くてハンサムな人がどうしてホームレス生活をしているのか関心を持ちました。やはりまた彼を見ることができました。彼は食事を受け取り、ありがとうございますと言いながら、また頭を下げて挨拶をしたんです。彼は明らかに他のホームレスとは違っていました。先週と違う服を着ていて、とても綺麗だったんです。普通、ホームレスは近くに行くだけでも、匂いがすごいです。もし匂いがしないとしても、服が汚れたり、手は汚れたりしています。ところが、彼は朝シャワーを浴びたように、髪も綺麗で、何より食事を受け取る手がとても白くて綺麗でした。爪に赤も全くありませんでした。私は、配膳が終わって片付けをした後、彼に近づきました。そして、挨拶をしました。彼は驚いた顔で、私を見ていました。私は、初めて会った方なので、挨拶しようと思いました。どこの国の人ですか?と尋ね。彼は、私は日本から来た匠と申しますと、自己紹介しました。日本の人は、すごく礼儀正しいと聞いていましたが、やっぱり日本人だったと思いました。お互いに挨拶をして、何を話せばいいか、適当な言葉が思い浮かびませんでした。なぜホームレスになったのか聞くのは、失礼な質問のようでした。私は、来週またお会いしましょうと挨拶をすると、彼は私は来週からはいません。ありがとうございましたと話しました。驚いた私はどこに行くのかと尋ねましたが、彼はただ微笑んでいるだけでした。これ以上会話を続けることができず、匠と別れることになりました。匠と少しずつ仲良くなろうと思っていた私は、正直、少し残念な気持ちでした。しかし、理由もわからず、もう会えないというので、仕方のないことでした。そうして私は日常に戻りました。私が勤めている会社のプログラム技術チームは、日本にあります。ところが、先日から新しいプログラムを導入することになり、日本支社からスタッフが派遣されたんです。彼らは、現場で勤務していて、現場作業が終わり、翌週から事務室に出勤することになっていました。そして、新しい職員を紹介するということで、会議室に集まったんですが、私はそこに座っていた匠に出会いました。私はとても驚いて、ぼんやりと立っていました。今、一体何が起きているのかわからず、本当に彼は匠なのかもわかりませんでした。綺麗に着飾って立っているその日本人は、とてもハンサムで、匠じゃないような気もしたんです。ところが、自己紹介で匠だと言っており、確実にそうだとわかりました。最初に私を見ていなかった彼は、驚く私を見てから気づいたように、慌てて顔が赤くなりました。周りの職員たちは、私たちの様子を見て、すでに知っていた間柄なのかと聞きました。私は彼がホームレスだったという事実を話すことができず、ただ、運動をしていた時に偶然、何度か見かけただけだと言いました。昼休みになり、匠は私に一緒に食事をしようと言いました。私もそうしようと思っていたので、心よく一緒に食事をしました。私は気になることが、かなり多かったんです。席に着くや否や、私はどういうことかと、質問攻めをしてしまいました。匠は私を見た瞬間、ホームレスとして会ったことを話すのではないかと、とてもヒヤヒヤしたそうです。目の前が真っ暗になったけど、それでも私が運動中に会ったという話をしてくれて、安心したというのです。そして自分の話をしてくれました。匠はイギリスに辞令交付された後、少し早く日本の会社の仕事を片付けて、2週間ほど先にイギリス入りしたそうです。最初は会社の仕事でバタバタしていたので、街を見て回る時間がなさそうなので、余裕を持って先に来て、あれこれ把握したかったと言いました。ところが、イギリスに来て、すぐに宿舎でカバンを盗まれたというのです。二人一室で、中国人と一緒に使う部屋で、匠は内心安心していたんですって、見知らぬ国で、東洋人に会ったということがです。ところが翌日起きてみると、彼の荷物が一つもなく、何があったのかと思ってみたら、自分のカバンまで盗まれていたそうです。匠がイギリスで生活する荷物は、日本から貨物で送っていたので、2週間は待たなければならなかったし、会社の寮も、出勤を始めてからしか入れなかったので、すぐには何もできず、途方に暮れていたそうです。匠は、気を取り直して、まずすべてのカードの取引を停止させた後、
上着のポケットにあったお金で大使館に行ってパスポートを再申請したと言いました。そして大使館から所定の金額の支援を受けて出てきたそうです。宿所を提供してくれると言われたそうですが、バカみたいに盗まれた自分自身を許したくなくて楽に過ごせるところを拒否したそうです。そして近くのジムで運動をしながら頭の中を整理し、シャワーを浴びた後に出てみると無料の給食車があったそうです。最初はもらってもいいのかと悩んだのですが、隣にいたホームレスのおじさんに早くもらって食べろと言われたのでもらったと言いました。最初はとても恥ずかしかったし、道端に座って食べるのも嫌だったそうです。しかしその後、自分もホームレスとあまり変わらない状況なのに、対面を保とうとしているのがおかしくなり、それ以降は自然にご飯を恵んでもらうようになったと言っていました。そして街を見て回り、バスや地下鉄に乗って、他のところも見て回ったそうです。23週間の間に起きた波乱万丈な話を聞いて、私は巧みにもっと関心を持つようになりました。たとえ愚かにカバンを盗まれたりはしても、臨機応変にことを解決して、自ら勝ち抜こうとする意志や勇気があり、強く見えたんです。そのように始まった私の匠への関心は、一緒に仕事をしながら、ますます大きくなりました。彼はこれまで私が見てきた職員たちとは、かなり違いました。とても真面目で几帳面でした。いつも端正で、親切で礼儀正しく、彼のことを好きな女性職員たちも、かなり多かったです。普通、他の男性たちは、女性たちが関心を示せば、虚勢を張るものですが、彼は親切ではあっても、無駄なスキンシップや、ベタベタする行動を取ることはありませんでした。私は、抜け目のない彼に、どう近づけばいいのか、わかりませんでした。ところがある日、匠は私を訪ねてきて、もしボランティア活動に行くことがあれば、自分も一緒に行きたいと言っていました。私は、思いもよらなかった匠の話に、とてもときめきました。会社ではないところで、会えるからです。私はすぐに今週末に行くと言って約束をしました。そうして私は匠と一緒に二人が初めて会った広場へ行きました。そしてホームレスたちに食事を配りました。匠は何人かの知り合いに会って楽しく会話をして食事もしながら時間を過ごしていました。匠は私を呼び、私たちが同じ事務室で働いているという事実を紹介したりもしました。偶然会ってとても驚いたという話を子供のように楽しく話す姿を見て、私は匠がもっと好きになりました。その日、ボランティア活動を終えて、私たちは食事もして、お酒も飲みました。そして、町の公園で散歩までしました。公園を歩きながら、匠は私に告白しました。実は私を初めて見た日、一目惚れしたと言いました。だから、次週も私が来るかと思い、事前に見た目を整えて、綺麗な姿で私を待っていたそうです。しかし、他の人から見ると、自分はただのホームレスなだけなので、連絡先を聞くことができなかったと言いました。ところが会社で私を見て、最初はとても嬉しくて叫びそうになったそうです。彼の告白を聞いている間、私はとても幸せで涙が出ました。これまで私と同じ気持ちだったということも、とても嬉しかったです。そうして私たちは恋人になり、職場の同僚たちに羨ましがられながら愛を育てていたのですが、あっという間に彼のイギリスでの仕事が終わり、日本に帰る日が残りわずかとなりました。私はどうしても匠と別れることができませんでした。両親に許可をもらって匠について日本に行こうと決心しました。そして夕食に匠を招待したのですが、驚いたことに私の両親は匠を見てすぐに気づいたんです。私は両親が彼に気づくとは思いもしませんでした。その日は本当に大騒ぎでした。玄関で怒った父は叫び、匠は私の家に入ってちゃんと挨拶をすることもできないまま追い払われました。いきさつを説明する時間もありませんでした。匠が帰った後、私は静かに匠の話をしました。しかし、父は信じていない様子でした。いや、信じたくなかったのでしょう。ホームレスだった匠に、私が惚れて、彼を今まで手伝っていたのだと思われたようです。私は、両親にただ出ていくと言い、去ることにしました。匠は、私がそのように日本に行くことに反対しましたが、私があまりにも意地を張っているので、
私を止めることができませんでした。私はすぐ会社に日本支社への勤務申請をして、思ったより早く結果が出ました。それで匠が日本に行くときに一緒に行くことができました。私は彼について日本に行きました。私も日本支社に寮があって、そこで過ごすことができました。私は両親に寮の写真と申し訳ないというメッセージを残しました。そのうち私が日本に来て1年が経ちました。その間私は母にメッセージを送り、たまに電話をしたりもしました。もちろん父とは一度も電話をしたことがありませんでした。父が私の声を聞いたら怒ると思ったんです。そして、匠と私は同居し始めました。匠は相変わらず、私のことを愛してくれて、私は両親のことを考えると、悲しかったですが、それさえなければ、日本に来たことを後悔したことが、一度もありませんでした。そして時間が経ち、私は子供を産みました。私たちは、引っ越すことを考えました。これまで二人で一生懸命貯金をし、かなり溜まっていたのです。そして、匠は私に会う前から真面目な人だったので、匠が貯めたお金も結構多かったです。私たちは子供を育てるにはマンションが楽だと思い、坪数が大きいマンションに引っ越しました。そして、母にこのことを知らせました。ところが数日後、誰か来るという知らせもなかったのに、突然の呼び鈴の音に驚きインターホンを見たのですが、そうです。玄関の前に両親がいたんです。私はとてもびっくりしました。ドアを開けると、二人が入ってきて、父の顔を見ると、明らかに怒っているようでした。私はどうして急に来たのかと、驚きながら聞くと、父が話し始めました。あなたが去って、時が経つにつれ、私もたくさん考えてみた。そして、あなたが元気に暮らしているという話を聞いて、もうわだかまりを解いて、再び以前のように過ごせると思った。でも妊娠してマンションに引っ越すという知らせに、私はとてもがっかりしたよ。裕福な姿を見せても足りないはずなのに、マンションで暮らすなんて、それを許すと思う。私が直接あなたが暮らしている姿を見て、到底ダメだと思ったら、あなたをまた連れて行こうと、ここまで来た。早く荷物をまとめろと怒るのです。私はまず父を落ち着かせ、自分の話をしました。お父さん、前にも私の話は聞かずに勝手に勘違いして、今みたいな私たちの中になったじゃない。あの時のことを考えると、私もとても辛い。そして今、私が住んでいるアパートを詳しく見て、イギリスのようにお金のない人たちが入って暮らすようなマンションを考えていたようだけど、一度ちゃんと見てみて、多分こんなところは初めて見たと思うと、私も溜まっていた不満をぶちまけながら叫びました。その時になって父と母はゆっくりと家を見回し始めました。そしてだんだん驚きの表情を隠せないようでした。母はあなた、この家は映画に出てくるお金持ちの家のようなレベルですと言いました。私は両親に私たちがどれほど裕福に暮らしているかをゆっくりと見せました。それから以前、匠がどうしてホームレスの人たちと一緒にいたのかも詳しく話し、彼が会社でどれだけ認められている人なのかも説明しました。そして、日本で生活することがどんなに幸せなのかも詳しく話しました。私の両親は、2週間延長して、日本に滞在していました。毎日連れ出して、日本の生活を詳しく教えてあげました。両親は日本で過ごして、日本の生活を気に入ったようでした。特に父は、こんなにインフラが整っているのに、安全な国だということがすごいと言いながら、子供を育てるには、日本が世界最高だと思うと、親指まで立てていました。そして、年に一回は、日本に来て、1、2ヶ月過ごしたいそうです。両親も私のように、日本にすっかりハマりました。私は今、とても幸せです。今すぐ荷造りしないで、何をしてるんだ。イギリスから逃げてきた姉を探しに、日本まで来た妹は叫んでいます。イギリスの家を捨てて、日本の小さな住宅に逃げた、貴族の家の長女は、みすぼらしい格好で、妹を眺めているだけです。この二人の姉妹には、どんな事情があるのでしょうか。彼女らの話を、一度聞いてみましょう。こんにちは、私はイギリス人のキャサリンです。我が家には昔のドラマや映画に出てくる話が実際に起こっています。
私たちの家紋は以前のイギリス貴族の家紋です。今は世襲爵位もなく、昔のような時代ではないので、だんだん貴族の脈が途絶えてきているじゃないですか。しかし、私の父は、まだ貴族の家の名声が続いていると考えています。実は父だけでなく、残っている数少ない貴族の家は、自分たちだけの世界で生きているのが事実です。私たちの家族は、祖父の時から事業をしています。すでに多くの富と名声を持っていたので、事業は勢いよく成功しました。その後、父まで祖父を継いで、成功した実業家の家になりました。父の誇りは、私たちの家が大富豪でありながら、他の事業家とは、格が違う家だという点です。お金だけを稼いだ事業家とは違って、私たちは、品格のある貴族の家だという意味です。そのように自信に満ちている父には、一つ足りないことがありました。それは、家計に息子がいないということです。母は私を産んでから、危篤になるほど、健康状態が危険だったそうです。結局、体は回復したものの、これ以上子供が産めない状況になったのです。母のことをかわいそうに思っている父は、息子のことは一度も口にしたことがありませんが、私の家族は、それが父の唯一のコンプレックスであることを知っていました。私たちは、私たちの思い通りにできることがありませんでした。服や食べ物まで、すべて決められた規則通りにしなければなりませんでした。特に小心者だった私は、両親に怒られるのではないかと思い、怖くても言うことをよく聞きました。しかし、姉は毎回、父がさせる仕事に反対にしたりしました。姉は、幼い頃は、よく服を汚して怒られました。それも、わざと泥を踏んでいったり、地面に座るなど、怒られたくて、わざと行動したんですから。私は、そんな姉がいつも心配でした。また怒られるのではないかと、顔色を伺うようになりました。でも変わっているのは、姉は怒られることには気にもせず、毎回そのような行動をしていて、いつも顔色を伺って怯えているのは私でした。幼稚園に通ってからも、父は私たちの仲が良い友達にも合わせませんでした。どんな子供が幼稚園にいるのか、すでに知っていて、誰々と仲良くなれとあらかじめ占ってくれたりもしました。私は、その友達でなければ、他の友達が話しかけても返事もしませんでした。ところが姉はいつも父が言った友達ではなく、自分が遊びたい友達と遊んでいました。そうして大きくなって、私は言うことを聞かない姉が、理解ができず、憎かったことも多かったですが、一方では、したいようにできるというのが羨ましくもありました。毎回服を汚して怒られるのに、砂場に座り込んで、友達と土遊びをする姉を見ると、私もああいう風に遊びたいなと思うことがあったんです。でも、そんなに羨ましそうに眺めていても、その日、家に帰ってきて、父に怒られる姉を見ると、そうしなくてよかったと思ったりもしました。しかし、子供の頃は、服を汚すくらいの問題が、高校に入ってからは、姉は完全に両親の言うことを無視し、やりたいようにして過ごしていました。もちろんだからといって、問題を起こしたりはしませんでした。ただ、平凡な女子高生のように、授業時間外に部活もして、友達と遊びに行ったり、パーティーにも参加していました。しかし、父にとって、このような平凡な高校生活が、とんでもない行動だったのです。私たちは、平凡ではいけない人でした。服はきちんと着なければならず、言動に気をつけなければなりませんでした。悪口と卑俗語は使用してはならず、友達と他の友達を仲間外れにしたり、陰で悪口を言ったりもしてはいけません。先生に対しても、礼儀正しい学生でなければならず、授業中、ずっと正しい姿勢でいなければなりませんでした。ある意味当然だと思うかもしれませんが、普通の高校生は、そんなに完璧に生活していないじゃないですか。それで、学校では、姉よりも私が有名で、姉は私の姉だということもわからないほど、完全に私とは違う生活をしました。そんなある日、友達の話を聞いて、私はとても衝撃を受けたことがありました。学校の生徒会長である、ジェイクと姉が付き合うということです。周りの子たちは、人気者のジェイクと付き合う女性が羨ましいという話をしましたが、
私には父親が絶対に知ってはいけない大きな事件が起きたようでした。私は姉に事実を尋ねました。姉は嘘をつかずに事実通りに話していました。しかし、両親には絶対秘密を守ってほしいと言っていました。私も怖くて話すつもりもありませんでした。しかし、姉を止めなければならないとも思いました。父は私たちが高校を卒業したら、父の事業に関する大学に通わせようと考えていました。大学生活をしながら、会社で経営を学ばなければならないという計画もありました。大事なことは、大学生になってから、父が望む家柄の男性と付き合わなければならないということでした。父は姉にあなたに数人の男を紹介してあげる。私が紹介する人の中で一人と結婚しなければならない。そうしてこそ私たちの家紋の名声を受け継ぐこともできる。安っぽい事業家の家柄とは関わりたくないからね。何人かの中から選んでもいいから、誰かいるだろう。私が若い頃は必ず一人とお見合いして、その人と結婚しなければならなかった。私は幸いにもお母さんを見て一目惚れしたけど、そうでなくても結婚しなければならなかったの。だからむやみに他の男に会わないようにしなさいという話をあらかじめ聞いていて、イギリス貴族たちが主催するパーティーや行事にはいつも姉と私を連れて行きました。ところが急に学校の生徒と付き合うなんて、多分父が知ったら姉はすぐに転校しなければならないかもしれない。大変なことでした。そんなある日、父は姉と二人で行事に参加し、怒りがこみ上げていました。イベント主催の家の息子がうちの学校の生徒だったんです。実はうちの学校は名門家の子がたくさん在籍する学校ではあったんですが、みんな学校で起きることは両親に秘密にしていたんです。ところが今回は空気読めずに姉と一緒に行った父にその話を言ってしまったのです。父は以前とは比較にならないほどカンカンに怒っていました。結局姉を家に閉じ込めてしばらくして他の学校に転校させました。その時から姉にはいつも監視の人をつけて他のところに行けないようにしました。姉はジェイクに手紙を書いて私に渡してくれと言い、2、3通の手紙を渡してくれました。ところが周りの心配とは違ってジェイクは特別でした。普通はなんとか家から逃げようとしたと思いますが、意外と姉は父が望む大学に入って父の会社にも入りました。少しずつ経営学の授業を受けながら父の望み通りに豊かに暮らしていました。しかし以前のように笑ったり楽しんだりする姿はほとんど見られなかったです。その始まりは父が勝手に自分が望む男性との結婚を推し進めてからでした。姉が父の気に入った男性とのお見合いの席に出席し始めると、その中で父の気に入った男性と結婚の話をし始めたのです。夕食の席でその話が出て姉は少し驚いたように父を見つめましたが、結局何も言わずに部屋に上がっていきました。私はそんな姉の姿に不安を感じました。案の定翌朝家の中が大騒ぎになりました。朝食の時間になっても姉が降りてこないと家政婦が姉を起こしに行って姉がいなくなったことを知ったんです。私の家は大騒ぎです。自分の部屋に入った私は私の机の上に姉が残した手紙を見つけました。姉は父の遺産をすべて放棄し、両親の娘ということもすべて放棄するので、もう両親にとって娘は私一人だということでした。そして自ら命を絶つようなことはしないので心配しないでほしいと書いてありました。幸せを求めて旅立つので不幸ではなくやっと自由になれる気分だったそうです。そのように家の中が大騒ぎになって3年の月日が経ちました。相変わらず姉からは何の連絡もなかったし、姉の席はもうなくなっていました。父は姉が去った後たまにぼーっとしている日がありました。それに私の意見に父が諦める時もありました。以前だったら私の意見には耳も傾けなかったんです。私は姉がどうしているかを知らなければなりませんでした。もし姉が帰ってくるとしてももう父はこれ以上前のように振る舞わないと思ったし、私も姉にとても会いたかったんです。私は前の学校に行ってジェイクを見つけました。姉が初めて家出した後ジェイクを探しましたが、
父親が学校で大騒ぎして、姉も学校に行かなくなると、ジェイクは自分の国に帰ったという話を聞いたんです。あ、ジェイクは日本人です。彼の日本の名前は何なのかわからず、学校ではジェイクと呼んでいました。学校でも勉強ができて、性格の良い有名な学生だったので、もしかしたら、その後の消息が知れるかもと思って、またジェイクを探してみることにしたのです。ジェイクは日本に帰国し、そこで高校を卒業したようです。その後は、人を使って調べ、難なく見つけることができました。彼は、日本で高校を卒業するとすぐに、アメリカの法科大学に留学しました。そこで卒業した後、3年前にまた日本に帰ったそうです。3年前なら、姉が家出した時期と重なるということを知り、今住んでいるジェイクの住所を調べ、実際に姉がそこに一緒にいるという事実もわかりました。私は両親には内緒にして、休暇を取って、日本に行く準備をしました。実は、姉にとてもがっかりして悲しかったです。家を出て、イギリスやアメリカに住んでいたら、失望は少なかったと思いますが、ジェイクについて行き日本に行ったなんて、日本でどれだけ苦労して暮らしているか考えると、本当に悲しかったです。イギリスでお姫様のように暮らしていた人が、日本の小さな家で、夏は暑く、冬は寒くて貧しく暮らしているのではないかと思ったんです。日本がどれほど発達した国かはわかりませんが、私が思う日本は現代の文明に追いつけずにいる国です。昔のやり方に固執して暮らしている国だと思っていました。必ず姉を説得して連れてくると決心しました。そうして日本の空港に到着しました。私はとても驚いたのが、日本の空港はイギリスの空港とは比べ物にならない最先端の空港だったんです。どこか古い空港を考えていていましたが、現代式の設備を見ると、イギリスの方が古い感じがするんです。私は事前に予約していたタクシーの運転手に住所を伝え、姉の住んでいる家を訪ねました。まず、遠くから見てみました。小さな2階建ての家でした。久しぶりに家から出てくる姉を見ました。ところが、みすぼらしい服を着て、手袋をはめ、荷物をいっぱい持って出てきたんです。私は姉のみすぼらしい姿を見て涙をこらえることができませんでした。結局我慢できず私は姉を呼びました。数年ぶりに姉を呼んでみました。姉は私の声を一度で聞き取れました。私を見て駆けつけ抱きしめて号泣しました。私は姉がとても大変な暮らしをしていると思い早くカバンを持って出てこいと言いました。でも姉は家に入ろうと言い私を連れて家に入りました。そしてこれまでの話をしてくれました。姉は初めて父のせいで家から外出できなかった時私を通じて手紙の交換をしていたんですがその時ジェイクに別れようと言ったそうです。しかしジェイクはお互いに時間を置いて大人になるまでそれぞれ一生懸命に暮らしそれでも縁があればまた会おうと言ったそうです。そうやって姉は会社で、ジェイクはアメリカでそれぞれ一生懸命暮らしていたそうです。しかし、父が姉の結婚を決めた瞬間、姉はジェイクに連絡をし、その時までジェイクも姉のことを忘れられなかったと言いました。二人は数年ぶりに再会し、二度と別れないようにしようと言い、日本に一緒に来たということです。実はジェイクの両親は二人とも法律界で働いている方で、ジェイクもやはり日本ではいい家で育った青年なんだそうです。ジェイクの両親は日本にジェイクのために買っておいた良いマンションをあげようとしましたが姉は今住んでいる家がとても気に入ってここで暮らすようになりました。今は住宅の1階を改造して姉がしたかったカフェを経営しようと準備中だそうです。姉はジェイクに会って新しい世界を知ったと言いました。ジェイクの両親はいつも息子を信じて応援してくれる方だそうです。そしていつも他人を配慮する日本人は姉を傷つけるよりはたくさん慰めてくれると言いました。またジェイクの両親に会って本当に優しくて温かい両親になりたいと思うようになったそうです。そして姉も両親に会うために準備をしていました。ジェイクが弁護士として仕事をうまくいき、自分も自分だけの小さな店を始めるようになったと、ぜひ父に祝ってもらいたい気持ちになったそうです。姉と会う前は、早く連れて帰りたかったのですが、新しいところで自分が望む人生を生きている姉を見ると、とても幸せそうに見えました。
そして愛する人を守ったジェイクと姉がとても羨ましくもありました。どうか父、母が二人の愛を認め、姉の人生を祝福してくれることを願います。ありがとうございました。